浮葉といえばフルーツ王国だったり白壁の町って言われてるんですけども、文化の一つ一つをこう皆さんに感じていただけたらなとすごく思います。こだわりが強く自慢のできる誇りな町なので、ぜひそこにも注目して皆さん見てください。いいですよね、かわいい。自分のキャンドル、いやだってもうないですもんね、他に。やっほー、魅力が詰まった浮橋、ぜひ皆さん来てみてね。